江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら韓国に騙された韓国系戦闘機を輸入したポーランド、約束を守ると、ふんねだから韓国に絡むとこうなりますよっていう事例ですな。はい、それではですね、こちら映像の方もあるんで、見ていきたいと思います。それではくーちゃんお願いします。政府が誇ってきたポーランドへの武器輸出、その中でも警告性戦闘機 FA-50 をめぐって問題が続いています。装備の不良問題に続き、今度はポーランド側がアメリカ製ミサイルを搭載するという約束を守れと要求してきたのです。ちょっと待って、 KAI 警告航空宇宙産業側はそのような約束はしていないと反論していますが、先日訪韓したポーランド国防次官もこの問題を提起してと伝えられています。記者警告航空宇宙産業 KAI は2022年9月にポーランド政府と軽攻撃機 FA-50 の48機を輸出する契約を結びました。そのうち12機が昨年12月に先行納入され、2028年までに残りの36機が納品される予定です。ところがポーランド側が最近アメリカ製空対空ミサイルの搭載に関して問題を提起してきたことが確認されました。アメリカ製空対空ミサイルを搭載するという約束を守れという主張です。ポーランド側は契約書上の文言を根拠に不満を表明しているとされています。特に今月2日にポーランド国防次官がキム・ヨンヒョン国防部長官と会った際にもこの問題を取り上げたと伝えられています。しかし KAI 側はポーランドの要求が無理筋だという立場です。 KAI の関係者はそもそもそのミサイルの搭載を約束した事実はなく、契約書には可能性の検討という程度の内容しか記載されておらず義務条項ではないと反論しました。FA-50 の輸出をめぐっては最近先行納入された12機のうち11機で装備不良が発覚するという問題も起こっています。はい、ポーランドとは FA-50 をはじめ K9 自走砲や K2 戦車など総額40兆ウォン規模の武器輸出契約が結ばれています。しかし K 防衛産業の重要な顧客であるポーランドとの関係で問題が相次いで発生していることから、大統領府は最近関係者を呼び出して叱責してと伝えられています。はい、ということでね、これでユン大統領怒っちゃったんですよ激怒です。はい、その記事ももう一個あるんでご紹介していきたいと思います。次の画面で。はい、それではですね、いきたいと思います。こちらポン。警告航空宇宙産業 KAI がポーランドに輸出した FA-50 戦闘機12機のうち一部が飛行不可能な状態であることが判明した。この件に関し大統領府は KAI の幹部4社長を呼び、事態解決の無能さを厳しく叱責したと伝えられている。ユン・ソギョル政権の最大の業績である軽防衛産業の輸出に深刻な亀裂が生じたため、大統領府もこの事態を非常に深刻に受け止めている。取材によれば、ユン・ソギョル大統領がチェコを訪問した直後、シン・ウォンヒク国家安保室長が KAI の幹部4社長を呼び、ポーランド向けの FA-50 戦闘機の一部が飛行不可能な状態であることと、その解決策について議論を行ったとされている。この場で、シン室長は飛行不能状態にある FA-50 に対して責任を問いただしたが、KAI 側が明確な解決策を提示できず、シン室長が激怒したと伝えられている。これに関連して KAI 側は一時的な欠陥によりポーランド向け FA-50 が飛行不能になった原因を特定し、現在整備を通じて問題を修正中であると説明した。また新室長は問題が拡大する前に解決できなかった監査庁の無能な対応を強く非難したとされている。 KAI 内部に詳しい関係者は、大統領府がポーランド向け FA-50 の飛行不能問題のために監査庁を召喚したと聞いている。問題の FA-50 は、警告軍が使用しているものと同じ、ギャップフィラー12機で、原因不明の理由で飛行が不可能となっていると述べた。この関係者によると、KAI は飛行不能状態の FA-50 のために、専門人材をポーランドに急派したが、原因の特定には至っていないとされている。原因分かってないんだ。はい、それではですね、こちらに対して韓国の反応、いってみましょう。はい、それでは1人目。武器を輸出する際に我が国が有志までして文句ばかり言われるなんて本当に情けない。歴代最悪の無能な政権が問題ばかり起こしているから国民が怒りまくっているのだ。879-68
いや、ポーランドが怒る番だね、これ。アメリカ製ミサイルをなぜつけてあげる必要があるのか、可能性検討という言葉をなぜ契約書に書いたのか。347。契約書の文言を公開しろ。なぜ誤解を招くような可能性検討などの文言を入れるのか。契約書に、全く。247に。おそらく、ポーランドの主張が正しい可能性が高い。以前は、時間がかかっても、できるだけ我が国に有利な交渉をしようとしていたが、ユン政権は、早く契約を成立させることを理由にして、何でもかんでも受け入れてしまったのではないかと思う。その結果、うまくいっていた武器輸出が、この政権に入ってから利益率が激減している理由が、41。何一つまともにできない。インドネシアには一部お金を踏み倒され、ポーランドには欠陥を指摘され、チェコでも同じだ。酒を飲んで契約を締結したって話があったが、国と国の契約がこんな雑でいいのか？米国の国際的な地位だけが低下している。本当に見苦しい。351。なぜ国際契約を明確にせず、国内契約のように可能性検討とか書くのか？こんな文言は米国内でしか通用しない。義務条項ではないと言えば済むと思っていたのか？この件は関係者の処分に値する。260。国の品格を貶める国民の力党とユン・ソギョル。本当に国外でも口を開けば嘘ばかり。次の選挙ちゃんと投票しろ。国を破壊する気か。24.2。キム・ゴンヒ政権になってから子供たちを次々とあちこちに使い回している。まるでアルバイトみたいだ。誰が責任を取ろうとするだろうか。だからこうなったんだろうけど、本当に馬鹿げた政権だ。11.1。大統領が詐欺師だなんて。11。契約書に検討なんて言葉を使うなんて、詐欺を働いたり本心を隠したりするときに検討という言葉がぴったりだ。米国の気質とヨーロッパ文化の衝突だ。争いになるのも無理はない。80。検討すると言えば期待を持たせたことになる。知っていたのになぜ問題を作り出したのだろう。40。検討する。米国で検討するというのはやらないという意味だ。ポーランドが軽詐欺にあったんだ。30。ああ、そうだね。はい、検討な。じゃあですね、チャットの反応いきましょう。おお。約束の概念ないくせに、どの口が？警告は、約束を守らないの国が有名なのに？約束？ああ、破らないといかんやつね、わら。どのレベルで行き違いがあったのか、わかんねえのが警告。契約書か、そら読めないもんね。出たよ、こんなことばかりしてたら世界中どこからも相手にされなくなるってわからないのかね。可能性があるが、搭載しなくてよい誘拐者にもならないんだが。あれ、ポーランドのことだから魔改造前提じゃなかったの？ファイターを関するモデル名で輸出したなら、実戦可能な状態じゃないと受領できねえよな。ポーランドはゴミの兵器を使えない戦闘機買ったのね。練習機だろ。でも最新と違いすぎて使い物にならんだろうに。ウクライナでもいらないと言われるレベル。なぜ契約書に書いたのか。良い顔したかったにだ。搭載可能の後に小さく使えるかもって書いてそう。さすがにこれ作ったところじゃなくて政府に文句言うのどうよ、わら。うまくいってたんじゃなくて、ハッタリがバレて破棄されだしただけや。最初からお前らの地位は一番下のだけだろ、わら。契約書以前に欠陥品を納品したのが問題ですが。検討士なら日本にもおったな。国際条項も守れない国が普通の契約を守れるわけないじゃん、わら。岸田は検討の加速を支持するぞ、わら。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。